さあ、というわけで始まりたいと思います。ちょっとフェラーエンターテイメントのテラテマジ。今回はガリジンファクトリー3カーテンとしてやってまいりました。今日の題はこちら。産休外側が埋まっていて、フィールドがこんな感じで、あと1回外側真ん中入ればエクストラボール獲得っていう題なんで、1球増やして遊べるんじゃないかなっていうので、こちらの題でやってまいりたいと思いますわ。それでは本日もガリレオファクトリー3楽しんでまいりたいと思います。ファクトリーモードどうだろう。内部が5分ぐらい悪かったんで少し怖かったんですが、まだ大丈夫かな。抜けない。ガッドーン。危ねえな。はい、静かじゃじーくるねーくるー。ここは素直なタイプのやつや。普段やらないステーションなんで、ここあんまりわかんないんだよな。おい、外側埋まるちゃん。これは後継続パターンではないでしょうか。これでまたおスイッチ決められるといいけどな。アイスソケチャジークリークリー。今回のアイドルよろしいのでは。まだ思想クルーンの方の調子がどうとも言えないんで、もう一回当てて様子見たいところ。さあ、エクスタボール増やしていきましょうか。はい、静かにくるーん。たまたまかな、フィールド行ったのは。基本的には行かない方式で願いたいですね。そしてここは真ん中行きたい。出がちでも真ん中。うわー、おじさんいつもこれやるのよな。さあ、やかしい、ちょっとちょい。真ん中の上にポチンコすればポチンコ。それではフリーに注目。ここ割と素直に外側入りそうなんだよな。今までの動き見ると難易度は高そうで。おお、センキュー。おお、センキュー。フィールドはこれか。スルーで色玉13個かな。11、13ぐらいやった。32の11だから結構多いですね。序盤色玉めちゃくちゃ続いてほしいけど、わーい。おー、これはきついね。しんどそうでございますな。1500いくぐらいのレベルな気がするんですけど、ちょっと弱々の雰囲気感じますね。クソ弱の波動を感じますな。
これ花からメダル入れない発想で動いた方がお利口さんな気がするなって言いながらメダル入れてるんですけど、右の黄色はこっちからしないか。クリティカルするんだったらワンチャン落としてもよかったかなと思ったんですよね。おー、ラー来なかったんで、まあこれは残念無念さようならって感じですかね。結構真ん中ら辺にピンクがあるのも痛手で、ブロックか。こちらとして頑張れるのがもう右側の黄色をね、なるべく多く落とす作戦で頑張るしかないかな。せやな、右ピンクちょっと心配なのはあるけど、黄色何個か救えるんで、この黄色で少しメダル増やす作戦したいと。これはダメだ、基本的に終わってる。ピンクがどこで差し込んでくるかな。あれ、どれくらいいけるでしょうか。あ、ラウンドとかありました。2球は救えるかな。2球頑張って3球ぐらい。頑張って、無理かな、ちょっと。緑ピンクが挟まってて、そしたらこれは絶対落としておきたいのは左の7つぐらいある色玉、あそこは必須で落としておきたい。あとはちょっと激流に身を流してみようかな。トリマー序盤で右の色玉以外の黄色を救えたんで、ものすごく申し訳程度に。一旦こちらで様子見で、カプセルにボールは入ってないのかしら。黄色連なってるな。黄色連なってもどうしようもないんだよな。やべえな、これめちゃくちゃ弱いな。左のどうだろうな、左右のピンクたちを回収して終わりぐらいがちょうど良さそうな雰囲気がしてる。あそこの真ん中の何がいやらしいって、黄色の後ろに隠れてるあのピンクが、あいつマジ邪魔なんだよな。あいつ落とすには手前の2個のピン黄色は生贄に捧げなきゃいけないから、ああそこの差し込み方は偉い、偉いか。クリティカル出ないな今日。
オーライの声が聞こえないもんね。だいぶきしいっす。お土産回収タイムもそんなに回収できなさそうかな。多分残るのが、最終的に残るのはあそこの黄色黄色ピンク黄色黄色の5つ、あの5球は残ると思うんですよ。そこの往来は希望ないんだよな。絶望の往来なんだよな。うむ、どうしようもない。まあせめてエクストラエネルギーでどうにかお土産もらってかな。どうせ何もしなくても右のピンクは落ちるんで、メダルなどでの投資はしません。正直ここの入り方はどうでもいいかな。メダルは入れたくなかったんですが、ちょっと左のピンクはちょっと必須で落とさなきゃいけないんで、あいつらはもう絶対回収確定ルートです。で、今落ちてる玉の数的にあれを落としてくれることは不可能なので、己の力で。あー、これめちゃくちゃ頑張れば、あそこの黄色を救える。救える可能性、微粒子レベルで存在する。ビレゾン、いやー、これは微粒子レベルで存在しない可能性あるな。やっぱり黄色ピンク黄色かな。交互にぶち込み申すことになるかな。これは非常に残念。落ちない。あー、そうだよな。はいはい、おしまい。これでファイナルですね。うわー、右の黄色落ちそう。右の黄色さえ耐えてくれれば、まあまあまあ。あいつだけ耐えてくれれば最低限のお土産はもらえる。ひどい回だった。Bye-bye.
これはちゃんとひどい回だったな。1700枚だからそこそこね、枚数としてはねでかいんですけどね、でかいけどどうしてもやっぱりガリレオの爆発力を知ってるとしたぶれたなーって感じですね。さあここ黄色落ちないこと大事よ。よし、セーフですね。それではリザルト画面にいる。180悪くないでしょう。そしたらあとはお土産タイムを入りたいなと思います。ドブペラメガル、まずは180枚。めっちゃフィールドにボール落ちてくれて嬉しいんだけど、ちょっとあれピンクの位置怖いな。そしてあっちに緑が来てしまった。これから払い出し怖いですね。はい、続きまして280度もいい。これ新しく来たやつら救えるかな、微妙。これ最後だな。615枚、やっぱピンク差し込まれたな。あれは救出できないっす。救えねえわ。まあせめて緑落として様子見るかな。やめようとしたら玉木に来たわ。あいつクルーにはまったら私逃げまーす。これ真ん中入らなかったら俺やめるから。お疲れ。目を閉じれば億千の星、一番に輝いてるドブペラメダルゲーム。というわけでここに金玉あるんですけど、これはもうやめでいいと思います。スロットの内部がめちゃくちゃ悪いんで、興味な話やったら逆に減るかなっていうところがありますね。メダルの方はね300枚プラスぐらいでとどまることができたんで、これにて以上にしたいなと思います。お付き合いの時ありがとうございました。お疲れ。